では県内の感染状況を詳しく見ていきます。まずは感染者の推移です。3月末からこのようにはっきりと減少傾向が見られていまして、先月からはですね、おおむね横ばいとなっています。そして今日の感染者は2人ということで、次お願いします。月曜日としてはですね、3週連続で1桁となりました。今月7日間の感染者の数合計してみますと、先月の5月の1日から7日間のだいたい半分程度というところで、減少傾向は続いているという状況にはなっています。次に県内の状況、ステージを判断する指標と照らし合わせて見ていきます。感染が拡大したときに県が確保できる最大の病床の数に対する使用率は、画面左上ですね、 21.4% です。また感染経路の不明者の割合は 65%、 画面右上ですね、 65% と、この2つの項目でステージ3の基準を超えています。このステージ3というのは4段階のうちの上から2番目です。この上から2番目、医療提供体制の負担が高まっているという状態となっています。